はい、では、今日は寺田本家さんにお邪魔していまして、こちらの動画後半編です。なのでよかったら前半編の方も見てもらって、お米を蒸してる様子だったりとか、はい、見ていただけたらと思います。じゃあここから後半ということで、はいはいはい、そのお米が変化していく様子、はいはい、またちょっとぐるっと見させていただけたらと思います、はいはいはい、ではまずこちら脂肪質になりますね。こちら中に入ってご覧いただきましょう。はい、はい、よろしくお願いします、はい、どうぞ。では次、続いて脂肪の部屋へご案内いたします。はい、冷たい、はい、中は涼しい部屋になっておりまして、じゃあ行ってみましょう。すごい、あ、今ちょうど抱きだるというのを出している作業をしていますね。え、何の作業ですか？はい、脂肪、この小さなタンクの中に脂肪が入っているんですけども、はい、これを毎日この銀色の筒の中にお湯が入っているんですよ。でお湯、まあ、湯たんぽのような状態になってて、これをジャボーンと1日2時間ほどつけてあげて、少しずつ温度を高めていくんですね、はい、そうすることで酵素が働いて糖化が進みやすくなるのと、うん、あと乳酸菌がやってきて乳酸発酵を始めやすくなるために少しずつこう湯たんぽをつけていきます、まあ、これを抱きというふうにまあ呼んでるんですけども、まあ、これをやってあげるのがこの脂肪質を担当しているメリーさん。メリーさん、はい、今、ちょうどね抱きを出してきれいに掃除しながら、はい、片付けているところですね。このお部屋がこんなにひんやりしていて、うんうん、で湯たんぽで温めてあげるっていうのはどういうことなんですか？はい、基本的には脂肪自体は、はい、木元作りの脂肪っていうのは低い温度で育ててあげたいんですよ、はい、うん、でこの全体の温度自体も、はい、まあ、でも5度ぐらい、中身は5度なんですね。で部分的に温めていくと部分的にそこが、はい、糖化が進んでいくんですよ、はい、で全体が温まると酵母も呼びやすくなっちゃって、はい、まずは糖化してお米が溶けてから、うんうんうん、乳酸菌酵母菌って順番に発酵してほしいんですね。それが急に酵母が来ちゃうとお米が溶ける前から酵母の発酵が始まって、あまりこう栄養がない状態の酵母が、栄養がない状態で酵母の発酵が始まっちゃうのはあんまり良くないというか、お酒になった時も味がちょっと薄っぺらになっちゃうんですよね。なるほど。で長い間じわじわ発酵してほしいので、低い温度の中でゆっくりゆっくりと加温して糖化を進めて、それから酵母の発酵をつなげていくということをしていきます。というちょっとね、ややこしいメカニズムをするんですけど。そっか、じゃあ冷えてるってことなんですね。冷えてる、そうなんですよ。だからこれは木元作りっていうやり方なんですけども、はい、木元作りは、やっぱり気温の低い寒いところでスタートした、うんうんうん、スタートするのが、大事なポイントになりまして、うーん、なんかクリーム状になってますね。そうですね、もうだん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 溶けていくと、はい、こうやって、だんだん見た目も変わってきます。はい、十分に広がった脂肪を、酵母を、寝かせているところですね。ちょっとでも気泡みたいな、そうですね、プツプツ感がありますね。ありますね、うん、思ったより酸っぱい感じですね。酸っぱい、そうなんですよ。この酸っぱいのが乳酸菌の生み出す乳酸、で、この酸っぱいおかげで、この中にはバリアが張られるんですよね。で、あの他の一般的な、はい、雑菌って言われるのは入りづらくなるんですよ。でも酵母菌はそういう酸がたくさんある状態でも、発酵することができるんですね。はい、なので選択的に酵母がどんと増えてくるというメカニズムになっています。はい、はい、よくできてます、ね。よくできてます。これ昔の人がこれ生み出したんですよ。すごい。まあ、人間が考えたってこともないんでしょうけども、うん、こういう仕組みをうまく利用してできたのがこの木元作り、うん。乳酸菌と酵母菌で仲良しなんですね。仲良しですね。はい、乳酸菌が元気に増えてくるとそこに酵母菌がもう招き寄せられるという。うん、仕組みになっているので、それをうまく活かしたのがこの木元作りになります。なんか愛おしいですね、はい、歌を歌いながらお米をする工程があるので、はい、それをちょっとご覧いただきますね。でなんですりつぶすかっていうと、はい、お米が水を吸って固形な状態になるんですよ一旦、はいはい、固い状態になるんですね、うんうん、であんまり固くなるとそう混ぜるのも大変になりますし、うんうん、まあ、こうやって抱きだるを入れるのもすごい大変になるので、ある程度それをこうやくするためにこうすりつぶすという作業をします。で水を少なくする理由はやっぱりさっきの酵母なんですよ、はい、あんまり最初から水がいっぱいあると酵母菌が
発酵始まりやすいんですよね。なのでできるだけ水を少なめにしといて、あの酵母の、あの勢いが最初出ないように、うんうん、初期の段階で、後半になってからはこうやってだんだん透過して液状化してくるので酵母がやって、はい、入り働きやすくなる、うん、っていうことをするのがこの木本作りの特徴になります。まあ、これは空気中の酵母をうまく取り込むために、やってる方法なんですけど、これは空気中、なるほど、そう、はい、これごめんなさい、これをやるタイミングは、はい、ここに入る前ってことですよね。そう、順番的に言うと、なるほど、まずはここでお米をすりつぶして、はい、ドロドロにすりつぶしたら、うん、この中に入れると、はい、っていうことで始まるんですね、さっきも、はい、で、このすりつぶすときに、うちでは、ね、いつも歌を歌いながら、はい、あのすりつぶすという作業をやります。これ、まあ、元すりって、この主語のこと別名元っていうので、元すりっていうんですけども、うんうん、はい、あのこれをいつも歌を歌いながらこうやってやるんですね。でちょっと軽く歌ってみましょう。はい、いきます。よっ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 やれめでためでたのはよいな若松さたいな、はあ、よいよいよいと、はい、こんな感じですね、はい、すごいなんか感動しちゃいました、はい、もう綺麗な、これあのでも本当にやるときはみんなで一斉にあの声合わせてやるので、みんなで歌うともっとこうなんかこ う、ね、うわ調和が広がってくる感じがあって、すごい、はい、歌を聴かせてあげながら、そう、歌を聞かせてあげながら作業すると、まあ、歌を歌う理由はいくつかあるんですけども、はい、あとまずはみんなが歌を歌うことで同じリズムでこう作業するんですよ、はい、そうすると実際の時にはこうおかげがこうずらっと並んで、うん、6枚おかげを並んでみんなで一斉にやるんですけど、はい、同じリズムで作業するので同じようにすることができるんですね、はい、でこっちのおけによってのばらつきがなくなると、うんうん、で、他にも歌を歌うことでみんなの気持ちが一つになってくると、比べるといろんな出陣の人がいますけども、まあ、みんなここで歌を歌いながら作業することで心が一つになっていいチームワークになっていくと、はい、できっと微生物もここにいる酵母菌やら乳酸菌もこの歌を聴いてより元気に発酵してくれるんじゃないかなということを願って歌を歌いながら作業するってことを大事にしています。すごい、だって今の響き絶対元気になると思ってますね。すごい、やっぱりね、気持ちいいんですよ、歌いながらやってると。そう、あ、やってる方も気持ちいいし、やってる方も気持ちいい、はい、楽しくなってくると最高ですね、はい、じゃあ寺田本家さんで作られたお酒はみんなこの歌聴いて、みんな歌を聴いて、そうですね、はい、そうなんですね、作られています。はい、すごい、まあ、あの作業ごとにいろんな歌があって、これは、まあ、うん、この元をするので元する歌という歌なんですけど、はい、あの大きなタンク、さっきご覧いただいた大きなタンクも全部混ぜ合わせた時に一回みんなで、元止め仕込み歌という歌を歌いながらこうかき混ぜたりやる工程もありますし、まあ、その作業ごとにいろんな歌があって歌を歌いながら仕事をしているって感じですね。すごい、はい、じゃあもうあの人々にめちゃくちゃ愛情が積もってくるんですね。はい、すごい感じました、ね、やっぱりお酒作りの仕事って結構大変なんですよ、まあ、あのやっぱり肉体労働でもありますし、結構単純作業の連続でもありますし、うん、まあ、そういうのをいかに楽しくしていくかっていう工夫がやっぱ歌を歌うってことだったんじゃないかなと思うんですよね、うん、昔から伝わる歌で、多分昔の人は今よりももう全然比べ物にならないぐらい大変だったと思うんですよ、うんうん、こんなジャンパーとかもないですし、はい、自分は長靴履いてますけど昔の人は長靴もないですから、はい、寒いところで水浴びながら仕事してて、で、きっと今よりも気温低いでしょうから、はい、はい、で作業も一個一個全部手作業、ね、になりますし、まあ、だからこそそうやって歌を歌いながらみんなでこう気持ちを高め合ってたんじゃないかなと思うんですね。そうですね、はい、まあ、だんだん、ね、近代化してきて機械が多様化されるようになってきて歌を歌うってことも伝えてきましたけども、それでもまあ15年ほど
ど前からまたこうやって歌を歌いながら作業するようになりまして。あ、そうなんですね、はい、やっぱりあのお酒作りもうちも一時この機械作りになってた時があったんですね、はい、それを、こういう手作りの昔ながらのスタイルに戻してた時に、あのやっぱ歌っていうのが大事な役割を果たしたんじゃないかなってことで最初みんな練習して歌い始めるように。あ、そうなんですね、はい、なりました。すごい、なんかわざわざ撮らせていただいてありがとうございます。もうこれすごい伝えたいなって思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。おお、はい、衛星に今発光しているところで、すごい、ね、泡がブクブクです。はい、時々ボコボコっとこう上がってくるので、すごい生きてます ね、今一番泡が高い状態に なっていますね。毎日混ぜて温度を測って、あのどんな発酵状態かっていうのをこう記録していくんですけど、よかったらこのペロッと味見してください。いいんですか、はい、甘さと酸味と、そうですね、甘みと酸味ありますね。美味しい、なんかこういうスイーツみたい。ありそうですよ ね、ありそう、なんかお料理にこういうの盛られてそうじゃないですか、ケーキにかかってたりとかね、そう、これはまさかの体験ね、酵母がこう発酵してくると、アルコールと同時に炭酸ガスを作るんですよ、その炭酸ガスが泡となってこうこのような状態になっていくんですね。でこれも発酵が進んでくると泡の形もどんどん変わっていって、最初の頃はもっと白い泡が上がってきてもっと水っぽかったんですけど、今米がだいぶ溶けてきているので、あの黄色みがちょっと増してきて、ちょっと泡自体に粘りがを感じてくるようになってきます。なるほどなるほど。でそのうちこの泡もあと 3,4 日するともう下がってくるんですよ。それで、今度はもっとこう地泡って言って、こう層のようになってくるんですね。こんな、ふわふわした感じじゃなくて、もっとこう硬い表面になってきて、で、まあ、この泡の状態を見ながら今どんな発酵具合かなって、まあ酵母がどんな状態、ね、今ボコッときましたね、すごい生きてる、はい、すごく、あ、ポコポコ言ってますね。で、まあ、発酵してるとかこう炭酸ガスが出るので中でこう対流が起こるんですね、だからもうその対流だけで、自然と中がぐるぐるぐるかき回されて。なるほど、じゃあ手をつけなくてもこう混ざる、はい、自然の力で混ざるってことですね、はい、今の段階はそう、そうですね。すごい、この泡の状態で分かるってすごいな。はい、泡にも名前がついてあって、状態で、そうなんです、玉泡、高泡、玉泡、カニ泡、高泡、落ち泡、地泡とか言って、そう、それぞれの状態で、あ、今どういう状態だから、あのアルコールが何分ぐらいになってるかなとかね、そういうのを判断していくんですね。今これ何泡ですか？今はこれ高泡ですね。高泡、はい、もうすぐ落ち泡になっていくところで、高泡って一番高い状態で、このあの泡自体もだいぶ粘り気が出てきた状態ですね、今盛り上がってる感じですね。そうですね、はい、すごい貴重だこれは。そうなんですよ、この泡もね、やっぱりこの蔵の中でしか味見できないですから、本当ですよね、はい、すごいありがとうございます。はい、あ、すごい髪の長、はい、あとは空っぽなんですよ。これは今日踊りっていう工程で、大きい添え仕込みって言って麹と蒸し米と水を、入れたんですけど、まだあと、明日明後日とまだどんどん足していくんですね。はい、だからまだ、スタートしたばっかりのものになります。これは どの段階ですか今、これは、もろみの、まだ1日目の状態ですね。あっちの種母、そう、あっちはもう全部加えたやつで、こっちは種母 ちょっと少ない量の米が入ってる。これがだんだん、種母の中に酵母がいっぱい入っていますので、その酵母が餌を食べてだんだん増えていくんですよ、はい、で今その増えるのを待ってる状態です。あ、なるほど、これはこうやって少量ずつ入れていく、少量ずつ入れていくんですよ。うーん、でちょっとこうご覧いただくとポコ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 、あ、いい香りね、泡が時々ポコポコっと上がってくるのがご覧いただけるかと思うんですけど、12月ぐらいには全部回りますね。あ、そうなんですね、はい、
すごい楽しみです。あ、ちなみにこれはどこまで来るんですか、うん、これは大体半分ぐらいまで来ますね。これぐらいまでかな、これぐらいまで来ます。 あとは泡が上がってくるのでその分空間を残してるんですよ、はい、うんうんうん、で、大体いつもこのタンクに対して半分の量ぐらいのところまで入れてあげます。はい、楽しみですね、うん、はい、寺田本家さんのここ田んぼに連れて来ていただいて、はい、はい、ここがそうです。ここがもうあのまだ稲刈りを、していない田んぼで、これ品種が、中手新力っていう品種がこれ植わっています。中手新力、はい、まあ、昔の品種ですね。品種改良とかがいっぱいされる前の品種で、はい、古い品種で、まあ、成長もちょっと遅いんですよ。あ、そうなんですか。なので今の時期までまだ、稲刈りが大体いつも10月中旬頃にやるんですけど、はい、はい、これまあもう本当そろそろ稲刈りしたいなと思っているところで、うん、田んぼが乾くのを待っているところですね、もうなんか本当ですね、重たくそうですねなってますもんね、はい、いっぱいついてる。でこの黒くついてるのが、黒くついてるのが稲麹と呼ばれるものですね。これは普通つくものですか。やっぱり農薬かけるとあんまりつかないっていうふうに言われます。はい、よいしょ、いただきますか。あ、届きました。この麹菌と、まあ、いろんな菌が固まってこういうふうな菌糸を作るっていうふうに。これ丸々その菌なんですか。丸々菌ですね。へー、はい、なんか大きいこれがつくとお米が黒く変色するんですよ。はい、だからやっぱり農家さんにとってはあの病気のような扱いをされて、うんうんうん、農薬撒いて防ぐということが、まあ、よく行われるんですけど。あー、なるほど、はい、へー、すごい。このお米作りのこだわりって、うん、これは自分のところの田んぼでは、はい、まあ、農薬も使わないで肥料もできるだけもうほとんど使わないで栽培していますね、うんうんうん、で品種も、ここは中手新力で他の田んぼは亀のとか、はい、千葉錦とか、まあ、いわゆるまあ在来種と呼ばれる品種を主に栽培しています。へ、はい、やっぱり普通の農家さんだとやっぱ、ね、取れる量とかも少ないですし、あのこういう収穫時期がずれたりとかしてなかなか栽培しづらいんですけど、うんうん、まあ、うちは、まあ、それをあの実験のようなつもりで栽培しているので、例えばこの辺で昔栽培された品種をなんかこう残していけたらいいなというふうに思っていますね。あ、でじゃあ他の農家さんからそれこそ最初にあった大野さんのお米も使っていたりとか、うんうん、はいはい、で自社でもこう作っていて、で、ね、で自社で作ったお米はこのお酒になりますとかはあるんですか。そうですね、はい、これ自社で作ったお米が、あのその銘柄をそのブランドとして、はい、ブランドして、はい、お出ししていますね。あ、そうなんですね、はい、じゃあその全体で言うと自社のお米は何パーセント。自社のお米はもう本当 4% ぐらいですかね、うんうん、はい、ほとんどはやっぱ近所の農家さんに、はいはい、作っていただいてますので。そうなんですね。やっぱりでも自分たちでお米作るとやっぱ農家さんともやっぱりいろいろお話がしやすくなりますし、今年の天候とかお米の出来具合とか、やっぱそれをいろいろ情報交換するのもあのすごくしやすいですので、やっぱりで、ね、お米をよりよく深く知ることができるっていうこともあるので、勉強しながらっていう感じですね。はい、やっぱお米栽培するのすごい大変なので、はい、この大変なのを知ってると、はい、やっぱりあの蔵の中でああやって毎日お米触ってても、もう一粒一粒も大事にしていこうっていう気持ちもなってきますし。そう、さっきあの見てる時に蒸されたお米を全部お部屋の中に持っていきました、はい、で後に残ったお米全部食べてらっしゃる。食べてましたね。はい、あれもすっごい大事にされてると思って一粒残らず食べてましたよね。そうですね、 もったいないっていうのがあるので。それが伝わってきました。はい、じゃあその本当に昔はそうやって自分たちで育てたお米をこうお酒にするっていうのは本当のすごい昔、遡っていくとそういうことだったんですかね。まあ、そうだったと思いますね。昔々は本当余ったお米をお酒にしてたっていうふうに聞くんで、うんうん、あの食べれる分をちゃんと取っといて、それで、うん、あの次の日年飢饉が来なかったらそれでお酒を作って、うん、それを売ってたっていうふうに言ったそうなので、なんかその1年のこう時期を通してもそうなのかなって今聞いてて、うんうんうん、そうですね、夏場がお米作りで、はい、冬場お酒作りをしていくっていうのは、はい、なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。あれもう一回聞いちゃうかもしれないんですけど、うん、今見させていただいた泡ぷくぷく状態はこれからどれくらい置くんですか。これからあと約3週間ほどで発酵が終わって
アルコールが 17-18% ぐらいまでいくと、それが完成となって絞ってお酒と酒粕に分けるということになってきますね。なるほど。そしたらもうできたものはもう飲めるというか製品として、そうですね、商品として商品になっています、はい、このお酒はカトル神宮さんのお向きになる予定なんですよ、はい、なのでここから瓶詰めされてカトル神宮さんに奉納されるということになってきます。はい、今日を見させていただいたお酒もなんですが、まあ、いろいろ種類があると思うので、うんうんうん、そのご紹介の動画は次に続くっていう感じでお願いしてもいいですか。はい、はい、じゃあまずは一旦見学ありがとうございました。ありがとうございました。